ゲームモノ管理委員会のロゴゲームモノ管理委員会は、韓国の青少年保護法に基づき設置されている、コンピュータゲームの公的倫理審査機関である、2006年10月30日に成立したゲーム産業振興法に伴って、映像物等級委員会より分離される形で、発足したゲームモノ等級委員会を前身としており、2013年5月に、 改正されたゲーム産業振興法による組織改編を経て同年12月より現在の名称となったドイツのソフトウェア事前審査機構と同様グラックのレーティングは法的かつ絶対的な高速力を持っており対象年齢に達しないものにゲームを提供した違反者は青少年保護法により刑事罰が課されるそのため全年齢対象以外のタイトルはべて 年以上対象ではなく、年未満禁止と明確に表示される。対象年齢表示は色分けされており、それぞれとなっている。なお、このレーティングは、パソコンゲーム、家庭用ゲーム、オンラインゲーム、携帯ゲームに適用されるが、アーケードゲームは、全年齢対象と、18歳未満禁止の2段階のみと、規制が緩くなっている。2007年3月までは、性表現、暴力表現、 犯罪、反社会的行為、言葉遣い、突爆の5項目についてが対象となり、対象年齢表示以外に、以下の要素が含まれている割合を例から3個の星で表示することが義務付けられていた。2007年4月に対象年齢のアイコンが現在のものに変更され、またこれ以降に発売のソフトは対象年齢と対象年齢を決定する理由となった表現のアイコンを パッケージ表面に表示することが義務付けられているや、ヨーロッパの反欧集ゲーム情報のコンテンツアイコンは、パッケージ裏面のみの表示。対象となる表現は、上記の5項目に、恐怖、ホラー、脅迫と、アルコール、タバコ、麻薬を加えた以下の7項目となっている。全年齢対象のソフトに対しては、暴力表現以外のアイコンは表示されない。特に、突破の規制は、 他のレーティング期間より厳しく、セロで全年齢対象ないし、12歳以上対象に区分されているソフトであっても、ゲーム内にスロットマシーンや、ポーカーなどのミニゲームが収録されていることや、または、社交性があると判断されたシーンの存在を理由に、15歳、三友禁止や、18歳三友禁止に区分されているソフトも存在する。注釈主典、ありがとうございます。